デザイン思考とかもね、うん、入れてるからまた違う部分もあったりとかして、レファレンスっていうのが資料相談に来た時にどんな、うんうん、これバンドの普通だったのっていう、そうだよね、1年ですね、多分中1の時だったのね、そんな前なんだ、そうそうそう、今日は舞子さんからお知らせがあるということではい、なんと、皆さんが受けている青少会地の授業が本として出版されました。やい、はい、ありがとうございます。タイトルがチームで作る探究的な学び、授業のヒントは学校図書館にというタイトルの本が出ました。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。舞子さん一人でこの本書かれたんですか？私一人ではなくてですね、4つの学校の、師匠の方と師匠教諭の方が一緒に書いてるんですけど、下越有明中高さんと東京純真女子中高さんと富士見中高さんと青少会地中高の4つです。で、その4つの学校の師匠の方、師匠教諭の方が書いている内容を桑田照美さんという方が監修で監督してくださって書かれた本です。この4名の方とつながりというか、どうしてそういう、監修の桑田照美さんがいろんな学校図書館に詳しい方 で全国各地の、まあ、学校図書館の方に声をかけて集まった4人なので、私も書き始めた時は3人の方とはまだ一人だけお会いしたことあって、他の方は初めてお会いする、でコロナ禍だったので初めましてがオンラインで始まって、打ち合わせしながら書いていきました。4校中の3校は東京の学校さんで、で青少会地だけ取ってるような学校です。この本の内容についてなんですけども、はい、今新しい学習指導要領に沿って学校の授業が作られてるんですけど、うんうん、全国 の学校いろんなところで探究の授業をやっていこうというのが始まっていて、さっき紹介した4つの学校でどんな探究的な授業が行われているのかっていうのを20件ぐらいの授業事例を紹介している本です。はい、20件の授業、青少会地が 4件ぐらいです。この本ってどんな人に読んでもらいたいですか？読んでもらいたい人は、はい、まず学校図書館で働き始めたばっかりぐらいの師匠の方とか、うん、師匠教諭の方で、学校の先生と一緒にどうやって協力して探究の授業を作っていこうかなって考えてる人にまずは読んでほしいかなと。私も10年前に図書館の仕事を始めて、最初どういうふうにその授業を一緒に作ればいいかなってなんか考えたりしたので、うん、そういう方に読んでほしいなって思います。で次がいろんな教科の先生たちで、全国で自分の数学だったら数学とか、うん、国語だったら国語の授業をどうやって探究的なものにしていこうかなって考えている先生方にヒントにしてもらえたらなっていうのが2つ目で、3つ目が、学校全体で探究の授業をもっとやっていきたいって考えている立場の方、うん、青少会地だと校長とか教頭とか、探究部の主任の田村先生とか、教務全体、時間割とか作ってる安岡先生とか、そういった学校全体でどうやってやっていくかって考えていらっしゃる方にも読んでもらえたらいいかなと思います。この本のポイントについて教えてください。はい、この本のポイントはですね、ちょっと開くと分かるんですけど、先生と図書館の司書とか司書教諭がどういう会話で、授業を作ってるか、最初のきっかけみたいなところが会話形式で書かれていて、ほんとちょっとした立ち話からこんな授業やりたいんですよねみたいな話から始まったりするんだけど、その最初の会話の部分が紹介されてます。あと見開きでだいたい 1ページ見開きで一つの授業の紹介という形になっているので、それも見やすいポイントかなと。あとね、ワークシートとか授業で使ったワークシートとかも載ってるんですけど、みんなが使ってくれてるような一部のワークシートはダウンロードすることもできるので、他の学校どこの学校でも同じ授業やってみようかなって思われたら使ってもらえるっていうのがポイントになっています。活用しやすい、活用しやすいように一応なってるかなって思います。はい、青少会地からはどんな授業が紹介されているの？青少会地からは教科でいうと、英語と国語ですね、中学
校 の, あのポップを作る授業とか、うん、それ現代文と英語で、高校1年生の英語の授業で、アート作品の鑑賞してプレゼンするという授業が、アート研修があるんです。そうアート研修に向けてねこれからだと思うんだけど、はい、そこに向けての授業とか、あと小森の探究に向けて新書を読んでレポート書くっていうのがこれから、それもあれだけど高校1年生の授業が紹介されてたり、あと探究の授業、総合的な探究の時間の授業と、あとこの空間自体ランニングセンターの紹介とかもされていたりします。どれぐらいかかったんですか、作るの大変だったんですか。作るのはちょっと意外とかかっていて2年ぐらいはかかってるかな。2年以上かかってますね。どんな授業を載せるかとか。そうですね、どんな授業を載せるかもだし、やっぱコロナもあってすごいいろんなことが変わってきて、1回目にやった授業を次の年は結構変えたりとか、新しいウェブサイトも使ってみようとかもあったから、3年ぐらいの授業を一つにまとめたみたいな感じ、浜中先生がやって平尾先生がやって石田先生がやって浜中先生に戻ってくるぐらいのタイミングの同じ授業をなんか1年目にやったことと2年目にやったことちょっと混ぜてあったりとかしますね。一番大変だった部分ってどういうことですか。一番大変だったここだろう。読んでほしい人が図書館関係の仕事をしてる人、と先生っていう2つあったから、どっちにも役立つにはどういうふうに書けばいいんだろうみたいな、教師目線のことと、図書館司書司書教諭目線のことと、なんかどっちっていうところ、どっちもっていうのでなんか欲張ってしまったっていうところはちょっと大変でしたかね。はい、探究的な学びと青少会長の学校図書館だったり、うん、今学校図書館全体でいう、はい、それの関係性というか、うん、それの学びにどう直結するかというか、うん、どういう感じで考えですかね。探究的な学びっていうとなんかちょっと硬い感じもするけど、うん、もうみんなそれぞれ知りたいこととか、うん、なんか興味があることってあるじゃないですか、うん、知的好奇心っていう呼ばれるような、うん、なんかそれって本当にいろんなジャンルに分かれてて、いろんな領域にわたるから一個の教科とかだけじゃないじゃないですか、うんうん、だから学校図書館ってもうどの教科でもどのジャンルっていうかあらゆる知識のことが揃ってるから、うん、そういうところで誰にでも使ってもらえるというか、誰でも資料にアクセスして、うんうん、資料だけじゃないかもしれないけどいろんな人と出会えて、そういう部分でなんか貢献できたらいいなとは思います。はい、一人ずつに最後締めの宣伝をしてもらいましょうか。はい、僕がその普段授業を受けている側なので、教えてるというか作っている側の視点で探究学習について、まあ、知れるっていうのか学べるっていうのはすごい、作っている側だけじゃなくって僕たち生徒の方にもすごい勉強になるなって思っているので、ぜひ僕自身も読みたいなと思います。ありがとうございます。定期間かけてこの探究活動ってするんですけど、その中でなんかキャンプのようにその一つのことについて探究していくって、そんな機会あまりない、普通の授業だとないので、こういう機会があるって恵まれてることだと。でそういう機会があったからこそ舞子さんたちもこのような本を書いてくださって、いろんな方々にこのような なんか貴重な経験を分かってもらえたらなと思いました。なのでぜひ読んでみてください。青少会地の授業はもちろんなんですけど、あと3つの学校の授業も紹介されてて、で一緒に執筆して書いていく中で、なんか私自身もあの他の学校のこととか知れて、もっとこんな授業やってみたいなとか、うん、自分のところでやってる授業やっぱこれ面白かったなって思い出したりとかできたので、うん、あの他の学校の先生にもそんな経験してもらえたらなと思っています。うん、はい、ぜひたくさんの方に読んでいただけると嬉しいです。出版されてるのが全国学校図書館協議会っていうところなんですけど、そちらのサイトから購入できますので、ぜひ見てみてください。ありがとう
でした。ありがとうございました。最初に思ったのは本棚の中に住んでるなと思って、うん、やりたいことをこう応援してくれる場所であってほしいなっていうのは思ってて、うんうん、ふとした時に見るとまたその違った見方ができるというか、うんうんうん。